こんばんは。ですね、日ハム対ソフトバンク戦、東京ドームで見てきまして、それ、酔いどれの中ね、録画ということで、ね、非常にテンションも高いですよ。日ハム負けましたけども。いやいい試合だったんだけどな。勝てなかったね。日本、マリーンズが日本一、そんなことある？いやいい試合だったんですけどね。キントンが打たれました。トンキンだ。キントンって。トンキン打たれましたよ。もうね、ストレート狙い撃ちですよ、柳田の。いやー、悔しかったね。その悔しさをこの焼きつくにね、出していこうよ。みんなでね。出していきましょうよ、みんなで。楽しくなりましょうよ、みんなでね。みんなで手を取り合えばさ、世界だって言われなんだから。本当にいい旅夢キュン。はいはいはい、セリーグ。はいはい、石川ね。松井すげえな。三冠王取っちゃったよ、松井。深谷周平、本当にこれ新人王。松井的、やっぱ松井すげえんだな。うん、藤田総一、あ、そうなんだ。松坂128で最多奪三振って。あ、いい感じにばらけてるね。いやー、吉野部がいなかったのが悲しいぜ。加藤浩介、加藤なんだ。さあ、FA で取っていきましょう、強打者を。FA で強打者取っていくよ。さあ、残り7億。はい。さあ、残り7億ということで、今年1人ぐらい取んないとな。スタッフ交代、選手引退。はい、いきますよ。全員引退させてやるからな。引退したくねえやつも全員引退してやるから、引退させてやるからな。引退規模1人、誰だろう。いや、引退勧告しねえよ。誰だ、堀光一とかかな。義鶴か。義鶴はしょうがないわな、引き止めない。義鶴さんはしょうがねえよ。はい、よし、やっていこう。引退リストはもういいんだ。引退する人間をいちいち見てらんないんだ、私は。さあさあさあ、スタッフの見直し。ああ、なるほど、年数がもう終わるんか。どうしようかな、どうしようかな。高田さんにまた任せるか。淡口。なるほどね。ここは高田さんにまだ任せてもいいだろう。はい。投球術。森重勝。どうしようかな。まあ、森重勝でいくか。はい。やべえ、どんどん稼いでいく。どんどん人減っていくな。どうしようかな。藤井康もいいけどな。なるほど、どうしようかな。大島、飛び抜けた選球指導、つながる打線を強化育成。大島さんに任せてみるか、ブライアントじゃなくて。よし、これでいきましょう。さあ、残り2億になっちゃった。急に苦しくなっちゃった。どうしたもんかね。取れるかな。はい、自由競争枠。ああ、まあまあ、とりあえず高柳は取りたいな。はい、はいはい、で開こうか。どうしようかな。ちょ、これ取りたいな。さあ、もう FA 取れない。もう FA 取れないよ。参ったよ、こんなことになるんだね。もう FA 取れない。早い。インフォメーション。よしよし。とりあえずもう2人取れたのでかいよね。もみあげもみを。あ、見るの忘れた。開こう。ああ、まあまあまあ。でも回復力 A はありがたいな。まあまあまあ。まあ2人取れたからね。よしよし。
さあドラフト会議が始まります。いやもう無理なんだよドラフト会議は。もううち無理だから。3巡目まで指名できません。王貞治、王いたんか。いや王貞治いたんかい。まあしょうがねえか。はい、駒場雄志。はいはい、こっちか。いやいや石井だ。いや取れるけどちょっと取れねえな、金ねえもんな。いやちょっと取れねえな、金ねえもんな。3000万しかないもんな。無理だな、ちょ無理ですわ。3000万しかないもの。さあ誰かが FA したらマジでわからなくなるんだよな。うん、まあまあでもとりあえず有能な2人取れたから、よしよし。さあ契約更改。まあ入団テストで人を取るほど、まあ多分野手なんだよな困ってるのが。自球団から5人か。勝ちたいんですよって言われてもな。やべえ資金誰も払えねえじゃんやべえよ資金誰も払えねえよ。やべえな、ちょ資金誰も払えねえわ。いやもう無理じゃん。はい、5人減るの。上原が減るの。上原上部減るのきついな。はいはい、まあ普通ぐらいで。うん、まあまあしょうがねえか。いや上原減るのきついな。野口もそんなに活躍しないだろう。いやこれはちょっと頑張って減らしていこうよ。よし、もうちょい頑張ろうよ。やべえな5人増えたぞ。上原減ったぞ。大丈夫か、上原減ったの。大丈夫かな。ちょボカティカお前死ねえよお前死ねって甘えたくないけど、死ねって言っちゃった。こんなもんかな。最高賞長沼600万。マジで悪くないライン分かったし、850万。よし OK。 いやーマジか。ちょ上原 FA してもうめっちゃ金入るのはいいけど、来年に向けてってことか。うわー5人もいっちゃったよ。まあ、とりあえず、堀光一の FA はまあいいか。まあ、お金は増えたな。ただ、上原が抜けた頭はでかい。上部もでかいし。来年きついかもな。いや、ちょ、来年きついかもな、これ結構。もうほんと5年目にかけるしかないな。いや、上原の FA でかいな。しないでほしかった。いやどうしよう、本当にどうしよう、困ったな、困ったね。お金こそ増えたけど、でもあまりにもでかすぎる。投手が5人抜けたの。現在投資先か。いやもうちょっとこれ以上投資きついな。中南米に8000万。どうだ。うん。どうしよう、200万ぐらいでいっか。わかんないし。はい。広報に力をかけよう。いやー、やべえな、上原抜けた穴は。てか、投手が抜けた穴が痛いな。
確実に投手足りないもんな。さらに勝てなくなるな多分これ。インフォメーション、お、なんだ、町田がキャンプには行かず自主トレしたい。おー、いいえ無理やりにでもキャンプに同行させましょう。無理やりですからね。どうしようかな、ちょっと思い切って国内行ってみるか。 OK、 進化しろお前ら、進化しろ、屈伸しろ、はい屈伸きたよ。あ、みんな打ってる。屈伸1人なの、打撃3人。平子、野口、笠岡、篠沢、ほう、ちょ一応見てみるか。上がってるね。まあまあとりあえずこの辺がまあ上がってくれれば、まあまあまあ、でもまあまあまあ、うん、まあ勝てなくもないか、この投手陣だったら。どうだろうな。でもこの投手陣で勝っていかなきゃいけないんだよな。投手足りねえな、明らかに。だから打撃も足んねえもんな。笠岡、上がってる。まあ、去年26本打ってるからな。もう十分なんだよな。高柳どうだ、上がってるな。野口、OK。まあまあまあ。やべえな、上原抜けたな、でけえな。てか、5人抜けたな、でけえな。3億だったら5人取りでもんな。さあ3月です。高柳がどんぐらい活躍してくれるからな。うん。さあ4年目スタートです。ちょっと本当に金がっつり貯めて FA 取るしかねえな。3000円。今日は1800円払って。東京ドーム行ってきましたよ。有効度確認、中日以外だな。 OK、 ほん、無理か、ほん、 OK、 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 ほん、あと1球団どっか行けねえか。無理か、無理か、無理だった。5球団ぐらいしかもう有効度がない。こんな悲しいことないよ。まあ球場設備に1億円かけますけど。はい、どうします。来月には10億いくな。有望新人選手、お、なんだ、飯塚、一塁手、確実にバント、足が速い。そうか、まあありがたいね。お、粟口健治、粟口がいる。あ、粟口いいな、粟口いいっすね。もや、おう、いずれは剛速球投手、なるほど、いずれはね。ランゲ、飛距離抜群、なるほど。ランゲいいな。プリモ。おお。なるほど。ランゲだな。自分で指示する。まあまあ、こんな感じか。まあ、ちょっと国内をちょっとメインに。いや、キャッチャーじゃないよ。どこだろうな、足りないの。サードはいるしな、ピッチャーか。うわ、どうしようかな。ピッチャー足んねえな、どっちも。いずれにしても。OK。とりあえずこの飯塚と。で、粟口。間違いないべ。パワーヒッターの素質。なるほど。ピッチャーかな、そんな
いいやつがいないからな。だとしたらこの小川博文、ターボ全開何なんだろうターボ全開って。まあ全開ならいいけど。よし、この3人でいきましょう。よしよし。で、外人はもうランゲだな。飛距離抜群だけ見たいわ。で、プリもな。いるか？むしろモヤの方が。この2人で行くか。よしよし。さあ、どうなることやらな、今年な。今年だいぶ怖いよ。伝言板。資金が足りなくなる可能性。球場の売店の増設。現在の売店数9個です。ありがたい。ありがたいんだか何だか分かんないけど。まあ、オープン戦なんでね。ちょっと、選手を育成していこう。体力はかなりある。じゃあ、9位じゃな。9位ですな。エグバード。エグバードな、9位かな。9位でいくか。ドアイコピー。じゃあ、ドアイコピーこれを。はい。で、川原。まあ変化球。まあ9位でもいいな。9位だな。酒井。どうしたもんか。9位か。結局。三浦も9位だな。スナン。請求は無理か。じゃあ9位だな。平子。体力はかなりある。時代のエースのリアル素質を秘めた選手です。なるほど。まあ9位。変化球か？変化球にするか。あの9位だな、やっぱりな。結局9位。おー、どうしようかな。キャッチャーリード A なんだよな、もうな。ってなるとやっぱ長打力になってくるのかな。はい。もう長打力だな。はい、しっかり。はい、よし。どうしようかな。まあ、こうだな気もするな。確かに。ドアイコピー。あ、違う、メニューコピーじゃない。ドアイコピー。はい。で、宮崎、守備か。いや、もう守備いいだろう。もう守備でこうだろう、もうこれ。ボカティカ。もうボカティカはもう終わってるからな、人として。ボカティカはもう人として終わってるからな。高柳。あ、でも全然使えるな。いいじゃん。長打力を育てても面白そう。なるほど、じゃあ長打力でいくか。野口。まあまあまあ。こうだかな。中沼、バントの下手さが気になる。なるほど。いや、いい。ああ、どうしようね。内山秀樹。打球を飛ばす才能には恵まれていない。なるほど。じゃあ、総力だな。体力はかなりある。バントはもういいんじゃないか、斎藤さん。むしろ、コード上げていこうよ。はい。ドアイコピー。で、町田さんはもうどうしようもないか。小川、間違いないって言ってるな。こうだか。去年は ?14 本か。でも長打でいいんじゃない？鈴木、守備。守備じゃないだろう、もう。こうだろう。どうしたもんかな。長打。よし、OK。とりあえずこれで。進めていこう。よしよし。まあどうしようもねえからな。勝った。いや、どうしたもんかね、本当にね。とりあえずお金を増やさないと。
今年も終わっちゃうからな。今年も終わっちゃうからな。今年も終わっちゃうからな。連合版。資金が足りなくなる可能性。2億7000万か。あと1億稼がなきゃいけないのか。ホーム試合と4試合で、2000万配置されるとして8000万か。結構厳しいかもな。よしよし。いい試合、いい試合。3、4。ギリギリだなぁ。いけっかなぁ。インフォメーション。お、ラッキーラッキー、神はまだ俺に生きろと言っている。神はまだ俺に生きろと言ってるぞ。ここでの1億は完全にそうだもんな。いやぁ、よかったよかった。神はまだ俺に生きろと言っている。惜しい。もう全然負けていいんだ。金さえ稼げればいいんだよ。もうオープン戦なんか負けたっていいんだよ。よし。さあ、堀さんもいなくなったし、サードレギュラー高柳でいくか。ターボ全開っつってたからな。さあ、ピッチャーがまず足りねえんだろうな。もう5人いねえからな。1人しかいねえし。新しく帰ってきたの。どうなってんだろう。足んねえな。3人しかいねえんか。いや、じゃあ平子をこれ中継ぎにした方がいいんじゃないか。よし、OK。で、ローテは真田、三浦、エグバード。エグバード1番手じゃないか。で、野内さん2番手ぐらいだな。あ、でもまあまあまあ、先発の5本柱は、どうにかなってる気がする。で、あとは選手交代か。うん。まあ、リードオフマン。うん。まあ、この辺までは正直間違いない。いや、笠岡のチャンスあげたいな。ともすれば3番笠岡が一番いい気がする。ボカティカチャンス B なの怖いんだよな。高柳サード、いやもう全然高柳でいいわ。いい、もうこれでいいわ。もうこれで勝てんかったらもうしょうがないよね。ちなみに篠沢は、あー、どうしようもねえな。もうこれで勝てんかったらしょうがないわ。誰か2軍いんのかな。いねえか。よしよし、とりあえず選手も足りない。よし、進めよう。まあオープン戦はね、もう完全にもう流して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 、もういい方にいい方に考えて。はい、よし、まあ大丈夫大丈夫、負けてもいいんだよオープン戦なんて。しかし売店が9個になってるな。来月1億出すとして、まあまあまあしょうがねえか。多分金的には全然大丈夫だな。1億のコンサートがやっぱ一番でかいな。ほい、ああ、いいね。意外と過去一番オープン戦的にはいいかもしれないな。オープン戦だけで言うと結構勝ったり負けたりっていうか、ほぼ負けてたんだけど、ここに来て引き分けとか勝ちとか負けとかがバランスよく来てるからな。意外といいのかもしんない。さあ、で、休み挟んで、インフォメーション。うん。スタディアブロー。平子をヨーロッパへ留学、野球留学。うん。どうしよう。選手が一人いないの怖いわ。無理。選手が一人でもかけるときついんだわ。もう。ごめんな、野球留学させてあげられなくて。ほんと。資金のないおいちゃんでごめんな。さあ、進めよう。まあまあ、資金的には絶対ゲームオーバーにはなんない。大丈夫。
絶対大丈夫。おし、オッケー。オッケーオッケー。ギリギリだったな。さあ。はいはい。新外国人発見数5人。すごいな。見つけも見つけてるね。インフォメーション。ペナントレース開幕。スタートロッシュで弾みをつけたいですね。ですね。弾んで弾んでも、もう弾んで弾んでしょうがないぐらい。1万5000人。あ、これだったら絶対こっちの方がいい。よしよし。さあ、球場設備に1億円かけまして、これで終了と。さあ、これがどうなるか。多分ここで球場がでかくなると思うんだよな。ってなれば、人が増えて、さらにお金が入るっていう寸法。という寸法。はいはい、投手かな？ディエゴ。あー。はいはい。うん。遅いが曲がりの少ないか。大丈夫か？遅くて曲がり少ないのか？さあ、ドラフト新人候補選手。お、いいね。おわー、ちょっとやっぱ。いやー、どうにかこの、泡口を入れたいな。もや。おし、オッケー。ランゲ、おし、オッケー。ちょっと国内の方に力入れてもいいな。うん。まあ、これでいいな。交渉の際、国内と、まあ、ちょっと国内新人をちょっと、やっぱ飯塚をちょっと上げたいな。おい。で、次、淡口だな。これでどうにかいけねえか。淡口でかいけどな、入ってきたら。はい。よしよし。まあ、順調は順調よね。よし。じゃあ、ペナントレース開幕です。じゃあ、今回はこの辺で終わります。それじゃあ、また次回お楽しみに。さよなら、さよなら、さよなら。